うさぎとびチャンネル。こんにちは、うさぎとびチャンネルです。今回はジョブワープを使ったカヨペリコの偵察と調達を行っていきます。まあ、ジョブワープについては別の動画で説明してるんで、そっちをご覧ください。まあ、今回はジョブワープを使うとどんな感じになるのかっていうのをちょっと見てもらえたらと思います。でまずですね、無効なジョブっていうのを読み込みます。でこれの作り方も別動画で解説してますんで、よろしくお願いします。で、無効なジョブを読むとアラートが出るん で、それを見てから調達、偵察を始めます。で、ベラムを取りに行くわけですけども、ここでね、移動するのがかなりめんどくさいんで、ここでジョブワープっていうのが生きてくるって感じですね。で、あらかじめマークしてあったジョブっていうのがあるんで、ここにジョブワープっていうのをします。で、ベラムの目の前に飛んでいきます。で、このね、飛ぶ位置っていうのが結構ポイントで、この設定を間違えるとね、いきなり蜂の巣にされる場合もあるんで、これは各々後でね、やり方見て調整をしてもらえたらと思います。で、乗ってから飛び立つまでに撃たれるんで、まあ、スナックね、こういう感じですぐ準備できるような状態で、まあ、乗ってからですけどね、こうすると撃ってきますんで、まあ多分大丈夫なんですけど、一応ね、死ぬとめんどくさいんで、ここでスナックの準備をしながら飛び立ちます。まああとはね、カヨペリコに向かって飛んでくだけなんで、まあそういったところはね、ちょっと早送りとかしておいてんで、でね、カヨペリコについてからの偵察っていうのは、僕は基本的にはメインターゲットと、まあたまに飛行場周辺ですね。基本的にはそのメインターゲットと飛行場のところしか回らないんで、あんまりね、戦闘が得意じゃないんですよ。だから極力ね、隠密状態で、まあ、戦闘を避けてクリアすることにしてます。まあ、ここからのね、ルートはもう皆さんご存知の通りだと思います。大ジャンプをしてね。で、偵察終わったら、コサとかに帰ってきます。で、僕は基本的にはね、大体その武器調達からスタートします。で、まあ、いろいろな理由はあるんですけども。で、それを始める前に、またこの中で、無効なジョブっていうのを読み込みます。ここにね、無効なジョブが設定してあるんで、これを何度もやることになるんですけども、で、これをやることによって、このね、調達ミッションの途中でも通常は出ないジョブの表示っていうのがマップ上に表示されることになります。で、それを利用したワープっていうのがジョブワープっていうことになりますね。まあ、あとはここでメイウェザーが出ちゃったこれはね、長いんで絶対やりたくないんですよ。ということで、こいつをヘリをぶっ壊しに行きます。で、ジョブワープでメイウェザー本部の屋根の上にぶっ飛びます。そうすると、メイウェザー本部のヘリの近くのとこにワープするんで、まあ、ヘリをぶっ壊せば、このミッションは失敗になるんで、また違うやり方で。まあ、外れた。もうちょっと近くに設定しないとダメですね。まあ、後で作り直します。
で調達失敗になってまた小さとかに戻ります。でこれもジョブワープで小さとかに直接戻ります。まあ、これはね、これも別の動画で紹介してますけども、コサトカのね、座標位置に飛ぶジョブってのがあるんで、それを利用してジョブワープをします。そうすると、直接コサトカに戻ってきます。で、さっきメイウェザーだったんで、ヘリぶっ壊して、今度違うのを引けたらいいなと。で、もう一回武器調達。でジョブワープっていうのは一回一回リセットされちゃうんで、一個ねミッションが終わったらもう一回今みたいに読み直さないといけないんですね、無効なジョブっていうの。じゃないと機能しなくなります。でもう一回さあ、うわまただよってなことで、もう一発ヘリを破壊しましょう。これね、何回も連続で来るとめんどくさいんですよね。また屋根の上にジャンプします。ジョブをキャンセルしてワープしましょう。今度はもうちょっと近づいて、よいしょ、はい、さよなら。でまた小さとかに戻ります。これはね結構なタイムロスになっちゃうんですけど、まあメイウェザー本部のねミッションやってるよりはいいかなと。これねひどい時ね、僕5連発ぐらいメイウェザー引いたことあるんでね、なかなかムカつくんですよね。さあ3度目の正直だよ、頼むよ。またです。とここでね、向こうの字を読むのを忘れてて屋根の上に飛ぶことができなかったんですね。まあ、そんな時はこいつを使いましょう。コサトカミサイル、こいつでヘリをぶっ壊します。とにかくメリーウェザー本部には行きたくない。でミサイル発射したらちょっとね上の方にミサイルを上げてあげて、狙いがね後でつけやすくなるんで、今、まあ、ちょこっと上がったかなと思ったら向きを変えてあげて、まあ、あとはヘリに向かって一直線なんですけど、これね天気が悪いと結構ヘリが見えなくて外しちゃうこととかもあったりするんですよね。まあ、だからこれはたまに失敗する、まあ、ピカピカ光ってるかぐるぐる回ってるヘリのねプロペラをちょっとうまく見つけてもらって、ヘリにロックオンして、あとはうまく当てるだけ。いた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 、はい、さよなら。で小里かミサイルはねちょっとねクールタイムがあるんで連続で撃てないんですね。まあ、そういうのもあって一番最初に調達の中でこれをやるっていうのもあるんですけど、で今度は忘れないように、ちゃんとねさっきの無効なジョブっていうのを読み忘れちゃったんで、今度はもう一回読み込んで、
さて4度目の正直ですよ。頼む。よっしゃ、ザックセンターですね。で、向こうの情報を読んでると建物とか潜水艦からは普通には出られないんですね。今みたいにはしごを登ることができないんですよ。で、このジョブワープを使って外に出なきゃいけないんで、まあ行けないっていうか、直接ね、そこのビルに行きゃいいだけなんで、どの道こっちの方が早いんですけど、ただ忘れててね、出ようと思ってあれ出れないって思う時もたまにあるんでね、そこだけご注意ください。で、ザックセンタービルの真ん前に行きます。さて、ザックセンター前に飛びました。あとはビルの上まで行くだけなんですね。よっしゃー、お、普通の滝登り。で、あとは帰る時の方向を考えてオプスの向きを止めますね。まああとはね、この中で武器を調達するだけなんで、ここは AP ピストルで。ヘッドショットがね、あんまり得意じゃないんで、ちょっとね、ここは緊張するんですけどね。で、まああとはハッキングして武器を入手するだけとなります。武器入手するときにね、ちょっと反応がね、重機庫の反応が悪かったり、あとその後もここで前出て武器取るときも反応悪かったりするんですよね。まああとは仲間が殺されてるのに気づかないアホなやつらをちょっとね、バカにしてとっとと帰りましょう。もうね、小里が目視できるぐらいの近さにあるんで、あとはあそこに戻るだけだね。で、この小里のね、止め位置もね、運河に浮かせといてもいいんだけども、ちょっとシビアにオプツ止めないと落っこっちゃう場合があるんでね、それの落っこった時の保険としてちょっと乗り上げさせてます。ビーチの方でもいいんですけどね、砂浜のとこでもね、こっちの方が若干近いんで、こっちでやるようにしてます。はい、次の調達行きましょう。次はね、機材、金庫のコードを取りにカジノに行きます。今回はね、偵察しに行った時に無記名債権だったんでね、カジノに行かなきゃなりません。で、ここもね、ジョブワープ忘れちゃったんで、オプツーで行くんで、ちょっとカットしますね。で、オプツーはここに止めます。前はね、ここの角に止めてたんですけどね、ちょっとアップデートで仕様が変わっちゃったんで、前はね、中で自爆するとあそこの角でね、出てくるっていうのがあったんで、あそこに止めてたんですけど、で、一応ペントハウス持ってるんで、駐車場の下りっていうのをカットできます。あとはペントハウスに
向かいましょう。これがねすぐ見つかるかどうかでも結構タイムアタックをやる人には重要だったりするわけですよね。なかなか見つかんないんでね、これがね。あったあった、はいはい。ここでねターゲットがすぐ見つかるかも結構運があるんでね。ここで焦って走ってると銃持ってるやつにぶつかってね、いきなり撃たれたりするんで、まあ撃たれたら撃たれたでみんなやっちゃえばいいだけなんですけど、そうすると無駄に時間食うんでね。ういうい、まあ、ここは大概ぶっ倒れたお姉ちゃんがいるだけなんですけど、ここにいないとあとはあっちの部屋ですな。さて何の武器でやっつけようかな。おお、でこの人ね、ショットガンとかあと強烈な武器で吹っ飛ばすとね、ちょっと判定がおかしくなる時があって、ターゲットが取りづらくなることがあるんですよね。で前はねここで自爆すると外に出れたんだけど、それができなくなっちゃったんでしょうがないんで、まともにカジノを出ます。でカジノを出たところで目の前にオプツがあると、なのでここに止めとくとやりやすいって感じですね。あとはコサとかに帰るだけです。で警察の追跡を振り切れって出てるんですけど、ここは普通にねある程度の高さでコサとかに向かってれば勝手に消えるんで、あんまり気にする必要もないかなと。はい、調達完了です。そしたらまた無効なジョブを読み込みます。これね、さっきも言いましたけど、ミッション1回ごとにこれを読み込まないといけないんで、それを忘れないようにしてくださいつってさっき忘れましたけどね。まあ僕基本的にこのジョブワープを使ったり使わなかったりするん で、ただねこのパワーボートの調達だけは絶対ジョブワープ使った方がいいです。で警察署の前にマークしてあるジョブに飛びます。でジョブキャンセルでワープします。で警察の前に着いた段階でファントムウェッジを持ってる人を前提なんですけど、まあ、ここでファントムウェッジを呼び出します。カヨペリコはね、お金稼ぎのために、こう、ループしてる人ってのは、いっぱいいると思うんで、ファントムウェッジは絶対買った方がいいですよ。全然違いますよ、効率が。で、ファントムウェッジ出てきたら、あとは警察に入って連結をしますね。ここは通常通り。で、連結が終わった瞬間に、車から降りて、わざと死にます。まあ降りれば勝手に蜂の巣にされるんで、はーい、
まあどうせなら一発ぐらい食らしたるか。うらで、ここでもう一回ジョブアップします。これはね、パワーボートの配達先で、ここにジャンプしてまたジョブキャンセルですね。でそうすると目の前に車ごと出ますんで、あ、生きた。まあ、あとは思いっきり左に切って入るだけで、でここからまたコサとか内部にジョブアップします。これね、一瞬変なカットになりましたけど、ちょっと一回失敗しちゃったんでね、その部分カットしました。でもう一回飛んで、ちゃんとコサとかの中に戻ってきました。これもまた同じですね。無効なジョブを読み込みます。で次クローンメーカーですね。で倉庫に行くのに飛んでいきます。でね、これ目の前のところちょっと僕マークしてなかったんで、近くのジョブにワープします。で基本的にジョブワープっていうのは乗ってた乗り物っていうのが一緒についてくるんで、こうやってオプツーもありますんで、であとはカメラの電源を落として、前はねカメラの電源いちいち落とさないでやってたんですけど、で中に入って粘着爆弾ぶん投げて、で爆破して一回外に出てっていうのやってたんですけど、なかなかね火が収まんなくてちょっとめんどくさかったりするんで、電源落とした方が早いのかなと思って今はこのやり方でやってます。あとは4人をとっととやっていく。はいよ、はい。でこの右にある車がね、粘着爆弾でそのさっき言ったやり方やると、これでパソコンをいじろうとしてる時にいきなり爆発してね、死ぬことが何回もあったんで、それでこっちのやり方に変えました。
そこから保管所に行くんですけど、これもジュワープで飛んでいけばすぐ目の前に行きますね。でここもこのルートをねちょっと僕マークしてなかったんで、近いんでね、なので直接行きます。まあ大した距離じゃないんで。でね、距離によってはね、ジョブワープをいちいち使ってこの画面の読み込みを待ってるよりもとっとと行っちゃった方が楽かなっていう場所もまあまあありますね。で特にね、そのこの後こうやって止めるそのオプツの位置とかがね、ジョブワープだといい関係のとこに行かなかったりもするんで、逃げる時にねちょっと若干めんどくさいところもあるんで。でここのカメラはいちいちめんどくさいんで壊してません。あとはここを走って、ここをぐるっと回って、外に出るだけですね。今みたいにそのカメラ壊してようが壊さなかろうがあんまり変わんないんで、まあ、壊してる時間だけね無駄かなと思って今はカメラをいちいち壊してません。まああとはコサとかに戻るだけ。でこのね、届けろって出てるときは、このジョブワープによっての小里が内部っていうのはね、聞けないんですよ。なので、オプツで普通に帰ってきます。はい、調達完了。でまた無効なジョブを読み込みます。で一応ね、今回はジョブワープの動画なんで今も読み込みましたけども、このね建設現場のカッタートーチを取りに行くときは、まあ、別にいらないかなってのもあるんですね。ジョブワープ、まあ、大した距離じゃないんで、建設現場はねみんな近いんで、ワープしてもしなくてもいいかなって感じですね。でどっちかっていうとね、オプツで遠くからこうミサイル撃つのにワープしない方がやりやすかったりするんですよ。まあ、今回一応ワープしちゃったんで、でそうするとね、この建設現場の場合はねちょっと高さがあるんで、近すぎるとかえって上がりづらかったりする。ブラーッとね、おう、おう、まあ、こんな感じに上がりづらいってことですね。なので周りぐるぐる回りながら上に上がっていきますよと。まあ、あとは適当にミサイル撃ってやっつけて。でこれね、建設現場によってはあんまり撃ちまくっちゃうと資材が燃えてね、かなりやりにくくなるんで、まあ、適度に撃って、まあ、あとは降りて探しても大したことないかなって感じなんで。であとね、オプツでぐるぐる回るのもいいんですけど、その場所によってね引っかかって落っこっちゃったりとか、そうするとね、降りて探した方が早い場合もあるんで、
大丈夫だよ。ない。これがね、すぐ見つかるかも、タイムアタックには非常にネックになってくるわけですけども、まあ、僕はそんなタイムアタックっていうのにこだわってないんで。あとはオプスに乗って帰るだけ。ここもねかなり近いんで斜めに降りてくだけって感じですね。これで調達が全部終わりました。まあ、ジョブワープをねフルで使ってやって、まあ気合い入れてやるとだいたい調達偵察全部入れて、まあ20分前後、まあ30分あれば絶対終わるんで、まあカヨペリコをね周回するには覚えておいて損はないテクニックかなと思います。さて今回はカヨペリコの偵察と調達をジョブワープを使って効率よく回す方法というのをお送りいたしました。ジョブワープの設定方法、作り方なんかの細かいやり方は他の動画で解説を行ってますので、興味のある方はそちらをご覧ください。この動画に関連するものなど概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみに僕は打ち合いが苦手なので、特にねドライブバイとかスピーディーなヘッドショットっていうのが不得意なんで、お金稼ぎで回ってる時は極力そういうのを避けた効率の良い方法で GTA を遊んでます。もちろんね上手くはなりたいんでいろいろと練習はしてるんですけどね。ということで最後まで長い時間お付き合いありがとうございました。ちなみに他のゲームやアニメを紹介している別のチャンネルっていうのもあるんで、興味のある方はそっちも覗いてみてください。そっちのチャンネルとこのチャンネル、もし興味のある動画があればチャンネル登録なんかしていただけると動画制作の励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。うさぎ跳びチャンネル。